皆さんおはようございます。ダイアムやってる金武です。今日はバス、トイレ、洗面所、いろんな家庭での危険性というのはね、親密性と疎密性の2種類というものがあるんです。あといろいろありますね。あの化学反応でいろいろですよね。ドライクリーニングとやらなんやら、はい、いろんなものがあるそうでございます。シャボン玉もそうですがね、はい、アルカリ性、確かに掃除する際のこともありますし、あと塩素ガス爆発は、ガス爆発は特に怖いもんでございますね。はい、あのイオンが、はい、あとは福島第一原発のあの爆発、これも嫌ですよね。嫌だね、はい。いやーね、はい。お風呂でも肺炎が起きると思いますし、これも嫌な感じでございます。リビングにも、はい、嫌な感じでございます。閉塞、超閉塞かな、磁石とかですよね、はい。あとはまあそうですよね、電解質で体を溶かすのも、はい。あとは誤飲性だったら大変です。あとタバコも危険があるんですよ。リビング、あと毒入りワイン、酒も、はい。いろんな危険物が満載でございます。はい。あと薬、化粧品もいろんな危険、サプリ、あとサプリ飲みすぎると大変ですしね。過剰に飲んだ分逆効果、毒なのよ。スモン病事件とかもありますよね、はい。過去にも、はい。あとはまあそうですよね、皮膚とか、あとはまあ有害物質とかも、あとベランダ、はい、ベランダもあの害虫駆除本当に大変ですよね、動物とか、はい、あとはまあ管理の甘さですよね、はい、脇ですね、脇、うん、はい、あとはいろんな実験室でも、はい、あといろんな混入もあります。あと公園キャンプ、あと虫とかも怖いですよね。以上です、バイバイ。